こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は動画に寄せられたコメントを紹介したいと思います。寄せられた動画はこちら。こちらの動画ですね。ガーバーの仕入れさばいてるやつ。よいしょ。ペンネーム、マッチ酒井。かっこ編集済み。山中社長、昨日の話を聞いてナイフ好きになりました。どれもかっこいいですね。公開撮影、動画の公開撮影していただいさせていただいた時にご来場いただきまして、マッチ酒井君ありがとうございます。でもそのことを親に話したら、ナイフなんか危ないから持つな、エアガンでも危ないのにと怒られちゃいました。僕のこの悲しい気持ちを理解してくれる方はこの中にいますか？まあ、今回は誰も反応してくれないで軽く滑ったようだ。いくら反対されても二十歳になったらトルーパーズさんで購入したいと思います。お断りします。というのは冗談で。いやいや、来ていただいてありがとうございました。またね、今回はちょっと実験的というか思いつきというかね、1時間くらい前にツイッターで言った程度だったんですよね。ちゃんとやるんだったらせめて1週間くらい前に、この日の何時からっていうテーマをちゃんと決めて、皆さんのお話やっぱりすごく楽しいので、楽しいし、結局ね、何がこう僕にとって価値かというと、基本的にこうナイフやら何やらこう販売していく上で、やっぱりその購入してくれる皆さん、楽しんでくれてる皆さんっていうのがどういうことを考えて、どういう、考えなのかっていうのをやっぱりこう、ちゃんと聞きながら販売販促、いわゆる展開というのをやっぱ決めていきたい、決めていくべきというとかな、そうしないと結局ね、隕石みたいにもう吹っ飛んじゃうから まあそういうわけで、いくら反対されても二十歳になったらトルーパーズさんで購入したいと思いますっていうやつなんですが、それはそれでありがたい話です。ただやっぱりですね、やっぱりというかな、今から10年ぐらい前ですけど、こちらナイフは正しく使いましょうっつって、なんとかかんとかこう、役立つものでもあるけど武器にもされちゃうとか、うんちくを並べて最後の最後にライセンス・オブ・ナイフと、それは人から与えられるものではないという、こんなナイフは正しく使いましょうのポスター作ったんですけど、いかんせん10年前に作ったやつなので、もうちょっと変えたいなとは思ってるんですけどね。ナイフっていうのは所有することに、これはでも、どんなものでも変わんないのかなと思いますけど、エアガンとかバイクとか、なんて言うんだろうな、所有する責任というかな、それっていうのはこう周囲に対して安全とか安心をしっかりと与えられる義務を持ってほしいなと、これは僕の勝手な持論ですよ。なんていうのかな、ナイフ持ちたいんだし、未成年じゃないんだから普通に持ってていいでしょっていうもんではないと。そのナイフをね、部屋にあること、家にあること、職場、学校、いろんなところ、学校にはないか、いろんな場所で自分だけがそれを目にする、扱うわけではないのであれば、なおさらやっぱりその安全管理や、なんだろうな、ナイフを
ナイフで物を切ったらどれぐらい切れるのか、もし指先一つでも切ったらどのぐらい切れてしまうのかっていうのもやっぱりこう知ってほしいなと、うん、ただただまあ、もちろん別にこれね書いてくれてるマッチ酒井君がそこまでね横暴にいいから買うんだって書いてるわけでは全然ないんですけど、なんか、うん、ナイフってやっぱりこう所有することに責任、まあ、自己満足的なところなのかもしれないですけどね。まあ一方では、ね、職務質問やらないやらの対策としてこういった持ち方をして慎重にっていった配慮も当然あると思いますけど、やっぱりこう周りに与える威圧とか、うん、悪い影響というかな、うん、そういうのもやっぱりこうちゃんと、うん、配慮して持ってほしいなと、うん、楽しんでほしいなと、そういうことを感じましたね、うん、てな感じで、マッチ酒井くん、ね、エアガンおよびシューティング界の人気者さんとは一切関係ありませんけど、ペンネームがたまたまマッチ酒井くん、ね、うんうん、まあぜひ我々もこうできるイベントとか一生懸命こうねやって、そういった安全や安心に対するアピール、楽しく扱ってんだよっていうアピールをしていきたいので、ぜひぜひ愛好家の皆さんも、うん、なんか一緒にね、ナイフっていうのは正しく使うっていうアピール一緒にやっていけたらいいなと思っております。でもね、なんだろうな、最近思うんですけど、これも捉え方によってはな話かもしれませんけども、世の中皆さんが生活している上での日用品、ね、学校にあるものとかこう台所にあるもの、あとは何だろうな、例えばファミリーレストランでテーブルに置いてあるもの、世の中にあるものって何であれ使う側の問題によって事件が起きてしまう、使い方次第じゃないかなと思うんですね。で、まあ、マッチ酒井君は確か17、18の、ね、高校生だって言ってたけど、人それぞれ何かしら力ってあるじゃないですか、もう歩ける、話せる、走ることができる、物書ける、英語喋れる、いろんな力があるわけ、僕だったらこうね、ミリタリーやサバイバル関連の商品を取り扱っている力、仕入れる力、販売する力、があると。で、人それぞれこうそんな力っていうものをですね、まあ、これは結局道具に過ぎないので、こういったものっていうのは要はその持っている力、まあ、その道具もまたね手にした時点で力になってしまうのかもしれないけども、やっぱりその力というのはそれを必要としている場面、それを必要としている人に対して正しく使えるかどうかじゃないかなと、そう思うわけですね、なんか締めっぽい話になってしまってすいませんでした。そういうわけで、スーパーマンや仮面ライダーに憧れて生きてきた世代としてはですね、そういった正義の心を忘れないで常にこう力は正しく使える人間でいたいなと、そう思っているわけですよ。
まあ、そんなわけで、コメントを書いてくれている皆さん、ね、マッチ酒井君もはじめ皆さんどうもありがとうございます。いつもいつも、しっかり読ませていただいておりますので、まあ、今後ともこちらの動画よろしくお願いいたします。以上、トルーパーズの山中でございました。失礼します。